はい、どうも荒川です。今回はね、あの沖縄に生息する超猛毒のクラゲの捕獲に成功しました。今回の動画は茶番がすごく多いんですけれども、しっかりとした知識を持った上での行動となっているので、あまり真似はしないでください。それでは映像にどうぞ。まずはね、バケツに水を入れて、バケツを沈めてハブクラゲをね、取っていくというやり方を試してみるようです。クラゲ意外と意志がなさそうに感じるんですが、徐々に深場だったり沖の方に逃げている様子が見られる。今画面真ん中にいるクラゲたちを狙っているんですが、クラゲは網ですくうと触手がボロボロになってしまうため、バケツなどで海水ごと汲むというようなやり方を取ることが多いです。そしてリュウさんがバケツをうまく投げて、このハブクラゲの捕獲に成功します。さて、学長が取ろうとしておりますが、ハブクラゲを捕獲できたんじゃないか。これ捕獲成功ですね。うまいですね。うお、でけー。それでも縁気をつけないと触手が、あ、縁に触手ついてますよね。うおー、こちらハブクラゲ、なんと学長2発目で捕獲成功しました。こちらの触手が電撃のようなしびれの痛さを発する触手でございます。ちなみに深次郎さんが先ほど刺されて、今ここがちょっと赤くなっていると思うんですが、これほんのちょっとかすっただけですでにこの痛みと腫れだそうです。触手じゃなきゃ大丈夫だよね。ツンツンした瞬間触手動きましたね。怖い怖い、すごい硬いっす。硬い、傘硬い。割とすでに刺されている人がいたり、カオスな状況なのはわかるんですが、この2人は特に知識がしっかりしているため、こんなに余裕でクラゲの傘をつついたりしてました。ハブクラゲの仲間には本当に人を殺してしまうほど毒が強いキロネックスと呼ばれる種類がオーストラリアなどには生息しているようです。深次郎さん曰く、激痛と痺れるような痛みがかすっただけでもあったというように話していました。触手がかすっただけでそれだけ痛いんだったら、これが絡みつかれた暁にはどうなるのでしょうか。毒で死ぬというよりも痛みによるショック死のようなパターンがあると荒川は考えています。まあ真顔でこんなことを話しながら、画面はバケツでどんどんハブクラゲを回収しようとしてて、だいぶカオスなのはちょっと理解はしてます。そしてこれからは茶番の映像が流れるんですが、皆さん本当に真似はしないでください。ここにいるメンバーは本当にしっかりした知識とある程度の理解とコミュニケーションを取り合ってやっていることをご了承ください。それではどうぞ。リュウさんが今ね、ハブクラゲというね、まあ結構ね、安全というふうにリュウさんは言っていた超危険なクラゲを撮影してるんで、まあ今から思いっきりね、落としていこうと思います。まあまだ、なんかでも昨日安全って言ってませんでしたっけ？違うじゃない。ゆうさん、こちらにいるたくさんいる生き物は何ですか？こちらはですね、無毒のヒョロナガクラゲってやつなんで。あ、無毒のヒョロナガクラゲ。荒川さん一匹取って、はい、ぜひぜひ触ってみてください。じゃあお手手繋いで一緒に触りますか？あ、なんかここにいるのはあれ何ですか？あ、なんか物好きな深次郎先輩が食べてるんですね。腕ちょっとレンタルしてもいいんですかね。力抜いてもらえると、拳を入れるだけでいいんで、一回こう。まだ死にとうない。ということで、何でも取ってあげるよ。ということで、なんか、リュウさんがまだ死にとうないということを言ってますが、こちらの生き物の正しい解説をお願いしようと思います。こちら、ハブクラゲというね、日本国内だと最も毒の強いクラゲの仲間でございます。関東なんかではね、アンドンクラゲっていうこれの一回り毒性が低くてなんかパッとしないやつがいるんですけど、まあ、それの、まあ、上位互換だと思ってもらえればと思いますと。で、まあ、先日の通りね、触るととんでもないことになりますので、皆さんくれぐれもご注意くださいと。あれ、なんか海に入るとか触れとかたくさん言われたような記憶がありますが、まあその辺は何も言わずにおきます。それではやれって言ったら何でもやるんですか？やらないですね。ことでね、まあ、冗談にしておきます。まあこんな感じでね、最終遠征中にはね、海に潜るだけじゃなくて茶番みたいなこともずっとやっていました。毒を持っているという危険生物一つをとっても、正しい知識を持っていればこれだけの余裕が生まれるということが伝わったのではないでしょうか。さて、それでは陸上でまたハブクラゲを観察していきましょう。
今度は小さいハブクラゲの捕獲に成功したようです。こちらは容器に入れてなんと持ち帰るようです。まあ、なんかハブクラゲを標本にしたり飼育したりっていうような物好きな方がいるみたいですが、荒川はとても驚きました。でね、ハブクラゲをね瓶詰めしてね、空気が入らないようにして持ち帰るというようなやり方でございます。この時にねハブクラゲに触れてしまうと手がピリッとくるらしいです。ピリッが、それがビリビリなのかピリなのかはちょっと荒川にはわからないところです。うわ、見えてる見えてる、触手が見えてるんですよね。これがハブクラゲです。今ね、リュウさんがこのハブクラゲをね持ち上げようとねなんとかしていますが、こんな危険なことをするなんて、さすが毒の男。リュウさんはねフグを研究してたりね、ミノカサゴをね持ち上げたり食べたりもしててね、猛毒な生物とねすごい関連性が高い。もうすでに動画が上がっているのですが、リュウさんのチャンネルではなんとこちら猛毒のハブクラゲを捕獲した後に食べたそうです。その気になるお味はリュウさんのチャンネルの方の動画を見てみてください。概要欄に一応貼っておきます。猛毒クラゲ一体どんな味がするんだか気になりますよね。ということで少し早いですが、今回の動画はこれにて終わりとなります。ハブクラゲを万が一海水浴中に見た場合は急いで海から上がるようにしましょう。決して近づこうとしたり網を寄せたり触るなどは本当に命を落とすことにつながりかねません。今回荒川とかリュウさんは漁港という環境でクラゲにまみれたり、クラゲの触手に大量に刺されることがないという前提なので、こんなに茶番をやったり採集をしたりしていますが、これが海中で出会った場合は間違いなく一目散に逃げます。皆さんも動物園や水族館などで危険な生き物を窓越しに見ることはとても楽しいことだと思います。しかしそれが檻や窓がなく目の前にいた場合は震え上がりますよね。それと同じことです。しかしこういったハブクラゲは海水浴場というよりは内湾であったり漁港の角などに溜まりやすいような生き物です。そのためなかなか群れと遭遇することは泳いでいてないとは思います。しかしどんな状態にも不測の事態はあり得るため、それにだけは気をつけてください。万が一ハブクラゲに刺された場合は冷やしたり酢、お酢をかけることが有効とされています。ちなみにお酢をかけることはハブクラゲに関しては有効なのですが、他のクラゲには全く有効ではなく逆に刺激になって悪化する場合があるので、ハブクラゲに対してのみお酢は使ってください。最後にもう一度だけ言っておきますが、こういった行動は知識があるからこそやっている、楽しく笑って動画にできるような内容です。そのため知識のない方はくれぐれもハブクラゲに接近することや触れることはやめるようにしてください。それでは今回の動画はこれにて終わりとなります。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。